授業でのアルプック。ウランバートル、モンゴル。EN、インビーニオコンピュータステーション社のバッテリーを電源としたデスクトップコンピュータシステム。太陽電池により充電される ICT4D の経済開発への活用は、社会経済発展、または国際開発の分野における情報通信技術の応用一般を指す用語である。 ICT4D の直接の関心事は、貧困解消のための情報技術応用の研究である。情報通信技術の応用は、直接的な方法として、恵まれない人々の利益のために用いられる方法と、間接的な方法として、全般的な社会経済環境の改善のために、外国援助組織や NGO、政府、企業を支援する方法がある。 世界の多くの貧困地域では通信インフラの独占や検閲制度への配慮から情報通信技術の応用を実現し推進するための法律や行政調査が必要とされている。ICT4D の構想は世界中のあらゆる不便に生きる人々への対策と解釈することができるが典型的には開発途上国への応用により結びついている。 この分野は取り上げる学会やワークショップ、出版物の増加につれ、学際的研究領域と認識されてきている。そのような研究は、一つには現在進行中の様々なプロジェクトの効果を調査するために使うことができる、科学的に立証されたベンチマークや結果の必要性により、寄給されてきた。多くの国際開発機関が ICT4D の重要さを認識している。 例としては、世界銀行のギックと部署はこれらの問題に専門に、取り組む204名のスタッフによるチームを持っている。発展途上国における、情報通信技術の影響として、農家がより良い市場価格情報を得て、収入向上に活かす例がある。他の例では、ブルンジ共和国における、汚職社会と戦う移動体通信とラジオ放送の例がある。 この用途で用いられる最有力な用語は ICT4D である。その他には EN、イドドや開発情報学がある。ガンビア共和国の公衆情報センター ICT4D の歴史は大まかに3つの時期に分けられる。ノートブックを持ったカンボジアの子どもたち。ICT4D の発案やプロジェクトは国際機関、私企業、政府、NGO、 仮想組織によって、計画、実施されることが多い。ICT4D プロジェクトはいかに上げる課題の一つ、以上の決着を目指している。ありがとうございます。